はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、痩せる体づくりということで、運動が苦手な方におすすめな動画になります。今日はですね、5種目各10回計50回のエクササイズになります。これもエクササイズの種類なんですけども、基本的なメニューでやっていきますので、腕立て伏せ、スクワット、腹筋を3種目ということで、50回一緒にやっていってもらえたらと思います。まずやり方を説明します。はい、まず腕立て伏せなんですけども、腕立て伏せはできればですね、足を伸ばして腰を丸めて、反れないようにね、腰を丸めてしっかり降りたら一気に上がる、手はね、肩幅より少し広げますっていう感じでできればいいんですけども、できない人はこうやって、こういう感じで四つん這いから手よりも少し顔を前に持っていく感じで上がります。こういう感じです。こういう感じで10回行ってください。で、次にスクワットです。一応女性をターゲットですので、足は広めでスクワットをこのように行ってください。お尻はあんまり出ないように、腰を少し丸めてですね、こういう感じで、膝をできるだけ開いて10回やります。あとは腹筋3種目。腹筋の上部、中部、今度は下腹部といった感じで計50回一緒にやっていきましょう。では行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、今度はスクワットです。1、2、3、4、5、できるだけ折ります。6、お尻しっかり下げて、1、8、できるだけ足を開いた方が内転筋に効きます。10、OK、 腹筋です。1、膝の皿をタッチ、2、3、今度は中部、1、つま先をタッチするイメージで、3、4、5、6、7、8、9、10、ラスト、はい、今度は腰が反れないように、はい、OK です。お疲れ様でした。計50回よく頑張ってくれました。習慣がまだできてない人とかはね、これぐらいのメニューで毎日やってもらえたらですね、少しずつ体の体力がついてきますんで、まあ、もう一回多くやってみようかなとか、もう一周回ってみようかなとか、ああいった感じでね、だんだん欲が出てきますんで、そうなってくるとね、まあ、体力がついてる証拠になります。まずはですね、あんまり無理しすぎないということが大事です。いきなりさ、ダイエット頑張るぞとか、いきなり筋肉つけてやるぞって言って、もうレップ数、まあ、回数があんまりできないメニューをね、もうガンガンやったとしても、次の日体がボロボロになって三日坊主になっちゃいますんで、まあ、例えばですけど10回できるメニューがあってもですね、それを7回とかに抑えて、無理しすぎない、ちょっと物足りないぐらいで、もちろん体大きくしてね、大会出るんだよっていう人はもちろん追い込まないといけないんですけども、普通にダイエットしたいとかね、お腹ちょっと引っ込めたいとか、足細くしたいとか、そういった感じはですね、そんな追い込まなくても変われますんで、まずは10回もしできるとしても7回とか、今日のメニュー、やったメニューがね、もう1、2セットできそうだなと思うかもしれないけど、まあ1セットだけとか、そういった感じでですね、まあ、無理しすぎないことがね、楽しく続けれるポイントになりますんで、また今日みたいな動画一緒にやってもらえたらと思います。頑張った方はね、グッドボタンとコメント待ってます。今回の動画はね、結構みんなできたんじゃないのかなと思います。なんでね、まあ10回、計50回、これぐらいが楽しく動けると思いますんで、楽しかったよって方はコメントとか待ってますんで、今回もご視聴ありがとうございました。